かめちゃくちゃこの辺暑いんですけど、あのちょっとだけさっき 足だけ海に浸かってなんかめっちゃ久しぶりの海やったから気持ちよかったです。懐かしい感じがしました。海は結構好きな方です。山よりあの海派っていうかだいぶ好きです。ウクレレ始めたきっかけはあの家族でコストコ行った時にウクレレがあって、なんかそれでそのウクレレが光ってるように見えて買ってって言ったんですけど、その時は買ってもらえなくて、それの半年後にあのお父さんの友達が買ってくれました。練習方法は最初はあの買ってもらったやつに DVD がついてて、それをずっとあの擦り切れるまでひたすら見てやってたっていう感じです。あの演奏シーンとかがあって、それをも見よう見まねで練習してました。なんかでも4弦しかウクレレってないんですけど、あの自分がよく弾いてるやつはなんかその4弦で音階もこの 1,2 これ1オクターブで、次これが2オクターブで、2オクターブしかウクレレは大体出なくて、その2オクターブの中でなおかつこの4本の弦の中で演奏をするっていうのが結構楽しかったりはします。楽しいです、そういうのが。あと持ち運びが楽とか、あの最近は行ってないんですけど、1月1日によくあの、いとこの家に行くんですけど、その時にウクレレ持って行って弾いたりとかもしてました。学校はあの1学期の終わり、2学期の終わり、3学期の終わりにお楽しみ会っていうのがあるんですけど、そこで弾いたこともありました。友達の反応はあの確かあのしれっとした拍手だけだった気がします。あんま覚えてないんですけど。YouTube で、ウクレレ、ハワイアンみたいなのを売ったら、大体のあの有名なそのウクレレプレイヤーの方が出てきて、でその時に初めて見たのが名戸山さんです。めちゃくちゃ嬉しかったです。あのいつやったかな、サウンドメッセっていうイベントがあって、それ僕がウクレレ初めて多分1年経たない時期に行ってて、でそこで名戸山さんが演奏してて、ライブで、でその名戸山さんのライブが終わってずっと追っかけ回してて、名戸山さんがサウンドメッセのいろんなとこを多分用事で行ってたから、それを追っかけ回してて、あのそれでじゃあちょっと時間空いたからいいよってなってウクレレ教えてもらったりしてたから、すごい嬉しかったです、共演できて。初めての共演は多分僕があの自分がウクレレ始めて1年か半年ぐらいの時に行った名戸山さんのライブの終わりのサイン会で、多分ウェイトゥーゴーを初めて一緒に弾いてもらった気がします。それが多分7歳か6歳の時です。だからもうめちゃくちゃ前です。ブルーノマーズさんと共演できるような世界的なプレイヤーになりたいっていうのはめちゃくちゃ前から思ってます。ブルーノマーズさんが結構大好きで、アップタウンファンクとか好きやから共演したいなって思ったりはめっちゃ前から思ってます。